はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ今回も SA センターやっていきたいと思います。というわけでございましてね、前回こちら菜園の方をね、ちょっとね大人な雰囲気の菜園を作ったんですけども、今回はね引き続きですね、まあ建築なんですが、バーベキューコーナーですね、焼肉コーナーをちょっとこの辺りに作ろうかなと、はい、いう感じで早速やっていきたいと思います。さあ、というわけでございましてね、ここなんですが、ちょっとね、せっかくなので、ここにね、ポイントね、バーベキューのやつ置いてもいいんですけども、ちょっとひねった感じにしようかな、ということでね、今回ちょっとここをですね、開けてみますね。これご覧ください。下がさ、そうなんですよ。こういうさ、スペースが空いてましたよね。なぜならばって言ったら、この拠点はですね、下にね、土台をね、つけてたっていうことで、こうなってるんですよ。はい。なので、このね、この中にちょっと作ろうかなと。どうですかね。やったことないな、こんなこと。ということで、まずは、ここから、階段で、下に降りていくみたいな風にして、ちょっと待ってくださいよ。これはどれかな？スナップが。OK、こうですね。ほら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 。なんかいいでしょ？地下のさ、なんかそういう、なんだろ、食料コーナー的な？まあ天井はね、そんな高くなくていいから、まあ二マスでいいか。これでいきましょうかね。で、ここにですね、床を作って、部屋をね、ちょっと作っていきましょうか。こんな感じでね。どれぐらい？とりあえずちょっとまあ適当に伸ばしましょうか。まあ、これぐらいあれば十分かな。はい。ねえ、なんかさ、マイクラのさ、なんか地下の世界来たみたい。こんな風になってますね。で、このね、向こうまでね、寄せちゃってもいいんだけど、まあ、壁、せっかくなんで、綺麗にしたいので、ここに壁打ちましょうかね。なので、どうなるかっていうと、これですね。これで、こっち向きするか。あ、これ逆だね。はい、ご覧ください。こんな感じでね、ほらほら、部屋ができたでしょ？いいね。天井が、そうだな、めちゃくちゃこだわるんだったら、もう一段下げ、まあでもな、あまり下下げすぎるとな、移動がめんどくさいんでね。まあ天井は別にこれでいいでしょう。はい、こんな感じでスペースができましたね。でね、これね、まあ今ね、外からこう来たんだけど、これできたらさ、こっちからもアクセスできるようにしたいよね。どうしようかな。この辺りちょっと見てみるか。ここどうかな。おお、なんということでしょう。ちょうどですね。うわ、完璧すぎないか、これ。あ、ここでいいね。これ、めちゃくちゃね、偶然ですよ。本当に。これさすがにちょっと計算してなかった。これ、もう、こっからもこう、いけるようにしようよ、かって。あ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。こうだね。ここね、まあ、一マスでいいね。これ、頭別にこう、多分打たないから。よし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 。で、外からも、外からってかね、こっちからも入れるし、まあ実際問題は多分さ、この中からのが多いよね。動線的にね。ここに行くためにね。あ、これめっちゃいいわ。OK、OK、OK、OK。こうですね。よし。まあ、ここはどうしようかな。まあ、これこのままでいいか。いや、せっかくだから閉じちゃうか。で、ここはね、三角のを使って、こうしておきますかね。よしよしよし。いいね。いいね、いいね、いいね。はい、こんな感じですね。じゃあ、ここ柵つけるんだけど、どっちにしましょうかね。石で行くか、木で行くか。
木でいくと、まあこういう感じですね。木でいきましょうか、ここはね。で、こっち側もね、一応念のためということで、枠をつけてね。はい、できました。この中入って、あ、いいっすね。ここがいいな。ここ最高だな。これめっちゃいい。まあ、なんならもうここだけでもいいね、入り口。こっち、まあまあまあ、でもあった方がいいか、一応。ですね。こんな感じですね。よし。じゃあ、次。じゃあね、まずは、やはりね、アダルトなムード出していきましょうか。ここはね、どうかな。これはね、この天井でもいいかな。これもしかして、これ、どうしましょうね。スナップ向こうにしたら自由に置けるか。真ん中に置きましょうかね。真ん中に、このライン上に置くか。待てよ。このね、ちょうど中央芯がいいね。ここだね。こう。ここ。ちょっと多すぎるかな。そんなにこれ明るくないから。まあ、たくさんつけてても多分、そんな、あれ、邪魔にはならないと思うんだけど。はい。そうだね。ほのかにしか明かりないから。まあ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 、いいっすね。派手だ。よし。じゃあですね。これグリルだね。グリルを2台設置しましょうか。動線的にはここ降りてきて、こう入ってきて、真正面か。何のひねりもないけどね。ここをずらっと並べちゃってもいい。まあ、こっち側でもいいか。こう入ってきて、あ、そうだね。こう並べていきましょうか。なんならここにあと2台置いてね、4台体制でもいいですからね。で、こうしておいて、で、あとは冷蔵庫を爆裂に置いていくという感じにしましょうか。よーし、グリルね、あと2個作ってきた。なので、まあ、4つ並べちゃいましょうか。ちょうどいいっすね。まあ、若干ここ重なったけど、まあまあいいでしょう。はい、こんな感じですね。ここで4台体制でガンガン焼けますよ、的にして、たったこれだけか。まあ、あと冷蔵庫ね、ちょっとここに。今ね、電子基板がもうなくなっちゃった。シリカ真珠がなくなっちゃったから、あれなんですけど、まあこれをね、ここにずらーっと並べてにしましょうかね。まあ実際は多分、肉集めにカルカルで行って、その肉を、ああ、みんなごめんね、みんなごめんね。肉を持ってきて、降りてきて、ちょっと動線長いかな。ちょっと長いかもな。待てよ。今、ここがですね、1、2、3マス分だよね。1、2、3マス、1、2、3、4マス?この横から受け取れるようにする?ここ開けちゃったけど。あー、できないことないね。こうするか。ちょっと待ってください。これね、ここを3台にして、まあ、4台じゃなくていいや。3台でいいや。3台にして、ちょっと今実際カルカルできたんだけど、なんかさ、この辺でこう肉をポッとやって、こう、どこかな?この辺りかな?ここ実はね、これ、秘密のニンニン扉になって、あ、結構上だね。結構上だ。1、2、2マス、そうだね。2マス分だよね。だから、どこかって言ったら、この辺りかな。多分この辺りだね。ここかな。あ、違うね。ん?いや、全然違うな。あ、そんな空中か。
ちょいとむずいな、そしたら。この辺りだね。ここかな。待てよ。でも、カルカロで、こっち側ならいけるか。ここならギリギリいけそうだね。ここでやってみる。ここ開けて、こう入っていって、でここをこんにちはして、そうだね、こっち側じゃないね。ここはやめにしましょう。でグリルこっちにして、ここをさ、ほらほらほら、こうすればこれ積み下ろし積み下ろしだよね。肉の積み下ろしさ、カルカルでここに来ます。こうだよね。こうしておいて、でまあここでこうだよね。でここで肉下ろして、タラララって肉下ろして、あ、これなら近くない？これにしようかな。ここ搬入口いいねこれいいな。こうするか、こうね。うん、よし、決まり。じゃあちょっとここね、綺麗にしましょうか。こうして、そうだな、天井ここ、あえて天井1個分でいいか。よし、こうしてですね。で、なんか秘密基地感があっていいね。ここを、からくり扉にして、これだよね。これ。で、ここもからくり扉にして、ここでいいかな？こうだね。で、からくりの場所がわかりづらいから、ちょっとその目印になるって意味で、このランプをね、つけた場所が、からくりの場所、それから、ここだよね。ここもからくりの場所。OK。こうして、で、パッと見はこれわかんないよね。で、まあさっきと同じで、ここに来ました。こういう風に、まあこうやって行ってみるけど、ちょっとこれね、こう、なんか、うまくいけない時もあるから、まあこっちから、こう入ってって、で、ここで、ちょっとアメちゃんの位置が悪いな。もうちょい前かな。ここに、この辺りに立たせて、で、こっから入っていっ、ん？こっちか。こっから入っていって、あーめーちゃんに触れる。いいね、触れるね。で、こう肉を回収して、で、ここに、はい、お肉入りましたー、みたいな。あ、めちゃくちゃ良くない？で、終わったら、閉じると。いいね、めっちゃいいね。これ暗いから、ここ中も明かりつけるか。いや、いいっすよ。いいね。まあ、なんならここにもからくり扉。まあまあ、いっか、めんどくさいな。ここ普通の扉でもいいね。うん、ここ普通の扉でもいいな。よし、ここはこう扉にしておいて、で、これもね、自動ドアの方が楽なので、どれだったかな。これか、普通の自動ドア。あ、いいっすね。
うん、これにしよう。あーはーん、いいね、非常にいいんじゃないでしょうか。なんならここにも置いて、こうするか。で、裏口ね。あはははは、どう？いや、最高じゃん。これ。で、これは、まあ中がね、こんな、いや、こんな感じでさ、この地下のね、屋根、なんていうの、床下？まだいろんなことできそうだね。まだだってこんなにスペースあるもん。やばいよね。この辺りとかめちゃくちゃスペースあるからね、これ。うん。はい。今回作った、このね、バーベキュー場がね、このボックスみたいなとこですね。この中になってる。うわー、楽しい。これは楽しい。で、まあ別にね、通常っていうかね、普段は、まあそういうややこしいことしなくても、別にここからね、普通にここから降りてって、はいーってこうだよね。で、お肉焼けてるよねーってなって、で、まあ、焼けた肉をね、どん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 ストックしていきましょうと。いうことですね。うんうんうん。で、まあ、必要なら上のね、こっちの、まあ、野菜関係だよね、こっちは。下は肉でね。はい。という風ですね。あと一応ね、食料保存庫もまあ、置きましょうかね。まあ、これは別にあってもなくてもいっちゃいいんですが。とりあえずまあ、ここでいいっすかね。ここに置きましょうか。よし、これもね、一応置いて。必要ならね、まあ、ここに数置けばいいし。っていう風ですかね。はぁ、これ気に入っちゃったな。どうしようかな。なんかやっぱりさ、この横の壁が、石の壁だと、ちょっと暗い感じがするね。これは、こっち当ててみる？これか。これか。これね、これなんだっけ？あー、なんかすりガラスみたいなやつか。これでもいいか。微妙にさ、どうかな？これ微妙に外が見えないような、見えるような感じだよね。いや、見えない方がいいか。見えない方がいいね。こっちにしようかな。はい。結局ね、このフロンティアの建造物スキンをすべて当てました。スコーチドアースのさ、調理場の雰囲気結構気に入っちゃってたんで、こっちにした。うん。いいね。こっちの方がなんか柔らかいっていうか明るいね。で、ここのね、入り口も全部それにした。うんうん。いいっすね、いいっすね、いいっすね。こっち側もね、ここも。ちょっと室内の感じがするっていうかね。まあ、こっち側の下は、まあ、石でいいでしょう。いや、ここの床も変えちゃおうかな。ああ、こっちのがいいかも。こっちにしちゃおう。はい。いいですね。失礼。まだね、残ってるのがあった。こういうところ。OK ね。あとはいいかな。あとはバレないかな。これもだね。よし。明るくなったな。まあ、いやー、どうしようかな。まあ、悩むな。ぶっちゃけこっち石でもいいかも。なんか、水を扱ってるようなイメージのところって。まあいいや、一旦これにして、気に食わなかったらまた石に戻したいと思います。あれ、これどうなってる？あ、これ裏の壁があれか。変わってないのか。ここね。いやー、やっぱりこっち石のがいいかな。いや、待て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 。
悩むな。こうでしょ、こう入ってきて、皆さんならどうします、どっちの方がいいですかね。好み分かれるかな。やっぱりこっち石の方がいいかも。すいません、完全に好みです。こっち石に戻そう。はい、石に戻しました。うわー、石に戻したらさっきのもなんかいい風に見えてくるな。ちょっとしばらく悩みたいと思います。まあ、こっちはねこれでいいっすね。うん、まあっていうのはなぜかって言ったら、このさ壁もこれ変えられるからここ合うんだよね。上はさ、これ壁変えちゃったら味気なくなっちゃうから、変えることもできなくも多分ないと思うんだけど、ほらこれちょっと味気ないよねこれはね。なのでこれやめておこう。あ、そうだ、ここはまだやるならこっちか。これならねまだね。うん、でもちょっとこう鉄のね感じがここは気に入ってたんで、これねちょっと木目調というかね木材調なので、まあこれやめておきましょうですね。よし、こんなもんかな。うん、もう一度ねちょっとやってみたいと思うんですが、ちょうどねいいよね、ここからまっすぐでこうまっすぐ行けるっていうのもなかなかこれいいポイントですね。で下にまあゆくゆくねいろいろとまあこの冷蔵庫に入れなきゃいけないもの系、上だけで収まらなかったらみたいな感じで下も使えるからね。で、ここですね、肉焼いて、これも焼き終わってね。うん、でまあお肉をね運び込む方法としては、まあ普通にシンプルにこういうとこからねポイント持ってきて、ここでえっちらほっちらと歩いてもいいし、この自動ドアね、でここでですね、まあ多分こういう動線になると思う。こういうカルカロとかで肉集めしてきて、こう集めて、で、ここですぐ焼くみたいなね。うん。これでしょう。ここはカラクリ扉になってますよと。ね。一応ここもこんな風に出ることができると。いうことですね。あー、めっちゃいいわ。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。うん。パッと見さ、あれ肉焼く場所どこにあるのってね、パッと見て分かんないっていうのもいいですね。はい。ここ入ってきたらみたいな。まあ、こういうね、こういうふうに下に降りてって何かっていう仕掛けが、まあ、さっきも見てもらって分かるようにね、これ多分いろいろできるよね、こっちの方とかでも。ね、それこそこの下に降りてって、まあ、この下はね、確かにダメだな。この下はね、確かあんまりスペースないんで、あれなんですけど、まあ、そんな風にね、場所いくらでもね、作れますね。はぁ、いい感じ、いい感じ。はい、というわけでございましてね、今回はね、まあ、やってることはめちゃくちゃシンプルなんですけど、動線をね、より考えて、ちょっとからくり仕掛けな、バーベキュー場っていうかね、地下の食料保管庫って言い方もできるかもしれないですね。はい、こんなものを作ってみました。まあ、いろいろとね、導入されたね、スキンとか、うん、こういうね、いろんなものも、まあ、工夫次第によってはね、もっともっとね、こうなんか、活かせそうかなっていう気もするんでね。はい、またやりながらね、気づいたことあったらどんどん追加していきたいと思います。個人的には、ここの菜園とつながってる、ここがめちゃくちゃ気に入ってる、ここね。そう、そして、ここですね。はい。これでございます。このね、動線を突き詰めたこの方法ね。こいつはいいですね。早速、後で肉集めしていきたいと思います。はい。というわけでございまして、今回はここまでとなります。それではね、続きはまた次回ということで、次回の動画でお会いしましょう。